どうもマリサだぜ。ロックマンクラシックスコレクション2のロックマン7をやっていくぞ。小さい頃に遊んで全くクリアできなかったけど、お気に入りの作品なんだ。とても楽しみだぜ。ロックマン7は1995年にスーパーファミコンで発売されたソフトだぜ。スーパーファミコンに移行した最初のソフトで、グラフィックなどが綺麗になったぞ。慣れ親しんだデザインが変わったから、少し寂しかったファンもいたかもしれないな。ちなみに今でもたまにゲームカセットって言っちゃう時があるぜ。確かに王道のヘルメットだけど、しっくりこないよな。無言の圧力かな？やっぱりこっちがかっこいいよな。よし行ってくるぜ。お、ライト博士とラッシュじゃないか。なんか腕立て伏せさせられてるみたいだな。確かワイリーって毎回やらかして謝ってを繰り返してたよな。今のは最初に戦うボスたちかな？今左下に出ているセーブ中は、中断セーブや中断ロードができる便利な機能だぜ。おお動かせるぞー。懐かしいゲームをプレイすると動かすだけでも嬉しいよな。長押しでチャージショット。よし行くぞー。あれ、意外と硬いな。いて、正面だけじゃなくて3方向に飛ばすのか、やるな。ちなみに3発連続で撃ってくれるからすごく便利だぜ。オープニングに出てたやつだ。確かこいつは顔が弱点だった気がするぞ。あれ、意外と脆い。
外とあっけなかったな。まあ最初のステージだし仕方ないよな。こういう溝って木を抜くと落っこちてしまうから、気をつけていかないとな。お、こいつは。っていきなり撃ってきたな。少しくらい離そうぜ。まあその程度の攻撃じゃ当たらないけどな。もっと間髪入れずに撃ってこない。お前もやるな。フォルテとゴスペルは今作が初登場のキャラだぜ。新しい出会いっていいよな。また会おうぜ。なんかロックマン不思議な言い方だな。ここで最初のステージは終わりだぜ。このパスワード画面も懐かしいな。今作からこんな感じのパスワード画面になったんだよな。パスワード画面を一番多く見た気がするな。作品によって違うが今作は4体のボスを最初から選べるぞ。左クラウドマン、上、フリーズマン、右、ジャンクマン、下、バーストマン。ロックマン7は BGM もキャラデザインも好きだぜ。ロックマンシリーズは敵キャラもちょっと可愛い感じなのがいいよな。確か弱点はクラウドマンがバーストマンの武器、フリーズマンがジャンクマンの武器、ジャンクマンがクラウドマンの武器、バーストマンがフリーズマンの武器だった気がする。特殊武器なしだとバーストマンの方が戦いやすかった気がするな。まあやっぱり氷のステージがなんか定番な気がするから、フリーズマンで行くぜ。勝負だ。あれ、これ違うやつだ。やっぱりいいな、この曲。懐かしくてテンション上がるぜ。見て、ちょっとした二段が命取りだから気をつけないとな。意外と耐久力あるな。画面移動するときにうまくジャンプすればはしごに掴まれるかな。鳴き声かわいい。おっと、地面が滑るから気をつけないとな。下からスライディングでいけた気がするぜ。この氷は足場に使えるな。左の緑赤いのが特殊武器のゲージを回復、右の青黄色いのが体力の回復だぜ。足場が凍ってるから滑り落ちないようにとどとすらしなかった。今度はしっかりやるぜ。まあ落ち着いてやればこんなもんよ。お、右上に足場があるぞ。これはラッシュコイルの出番だな。カモン、ラーシュ。ありがとう。出番だ。一回右に飛んで、すぐに、ああ、すぐに出せない。ちゃんと帰った後じゃないとダメなんだな。さすがに届かないよな。一回下に降りたら戻ってたりしないかな。ですよねー。まあいいさ、また今度取りに来よう。上と下で分かれてるぞ。こういう時は上にアイテムがあったりするよな。まあ下の時もあるけど。これは厄介だな。慎重に行かないと。ああダメだ、一気に行こう。おっとっと。念のためにラッシュコイルで。おっしゃー、一発だー。何が手に入ったんだろう。そっそうさが。ああこれじゃない。ラッシュサーチか。ここ掘れワンワンみたいなやつだな。確かアイテムがある場合吠えてから掘った気がするぞ。あくびしてる、何もないんだろうけど、可愛いから許す。いて、ここからうまくやらないと落ちてしまう。
今ラッシュに呆れられたみたいになってたぞ。今度こそ落ち着いていくぞ。まずは上のやつを倒して。ああ間違えた。よし、結果オーライだ。お、いい感があるぞ。いい感は体力を回復できる便利なアイテムだぜ。ぜひ取っておきたいぜ。あるあるだと思うのがいいアイテムを取ろうとして一気無駄にしてプラマイゼロになるというやつ。私です。まあ何事も無理は禁物だよな。なんか羽生えそうなやつが飛んできたぞ。お、ボスのところに着いたぞ。決まってるなー。よし勝負だぜ。分かってはいたけど普通にかわされた。あー、足が動けん。まずい。地面を凍らせて、つららを作って、走る感じ。せっかくなので取りに来たぜ。今度こそ手に入れるぜ。まず右上に飛んで。ああ、これじゃない。あ、普通に行けた。考えてみたらジャンプで行けたな。やばい連続で食らってる。回復しないと、でもこんなところで使っていいのだろうか。いや使わなきゃもったいないぜ。これなら勝てる。まずい、全然避けれない。いける、いけるぞー。これで終わりだー。よっしゃー、勝ったぞー。まあこんなもんかな。フリーズクラッカーゲットだぜ。よし、今回はここで終わるぞ。よかったら次もまた見てほしいんだぜ。